はい、東京 YouTube 生態の平野です。ご視聴どうもありがとうございます。今回のテーマは、更年期手のこわばり、しびれ、力が入らない、手にね問題がある人今すごく多いと思います。それが、更年期の、ね、こうホルモン異常でっていうふうにこう言われて、いるのが、常識的な考えなんですけども、今回ですね、指のチャクラ療法をね、開発しまして、指の回転にこう力を加えて、治すという方法を、思いつきました。そして、やってみるとですね、やはりペットボトルがねこう開けれない人が、それをやった瞬間にね開けれるようになったり、ペットボトルを持つのが手が、どうしても持てないのが持てるようになったり、力が入るようになって、そして、手のこうグーパーがねこうスムーズにできる。そして今の人ってこう、この指の反りがねこう後ろにこう反る感じがなかなかできない人が多いんですね。逆に靭帯がこう緩んじゃってる人はぐにゃっていっちゃう人もいるんだけども、基本的に皆さんこういう方向に指を使って、サルテというか和手っていうんですかね、こういうエネルギーをすごく使っちゃってるんで、ここが伸ばせない人、そういう人すごく多いと思います。とにかくねこの手の新しいチャクラ療法、非常にいいと思うんで、ぜひね体験していただけるといいかなというふうに思います。一応本院はですね愛知県蒲郡市というところでやっています。あと東京の目黒の、駅のすぐ近く、大阪市南森町の駅のすぐ近くで、月2日ぐらいですね、整体サロンを借りて、施術をしています。本当にこう靭帯の緩みこそ長引く不調の、大きな原因だというふうに私は捉えていて、日本で唯一調整できる不思議な生態だと思っています。ぜひねよろしくお願いいたします。